よー兄弟、元気しとうや。今回の動画では実際収録機材で声ってどんぐらい変わるとという疑問にライトに答えていこうと思うぜ。あくまでライトにな。感覚で聞いてくれ。俺が実際使っとる機材をもとに俺の感覚メインで紹介する件が、詳しく知りたくなった兄弟は自分で調べてみてくれよな。俺が実際に使っとる収録機材はこんな感じで、声にダイレクトに関係してくるのはこの辺やな。まずはマイクの種類編。はいと、まずはマイクの種類やな。ダイナミックマイクとコンデンサーマイク、聞いたことはあるかな。ダイナミックマイクはこんな感じ。ライブとかでよく見るマイクやな。俺の個人的なイメージやと、ダイナミックマイクは丈夫、多少ぶつけたり落としたりしても、まあ、まあ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 って感じ。ただ収録の際の繊細さには欠けるかもしれん。俺が普段配信で使っとるのがこのダイナミックマイクやな。そしてもう一方がコンデンサーマイク。収録現場風景とかで見ることが多いマイクやな。こちらはすんげー壊れやすい。なんでも湿気で壊れることもあるぐらいらしい。ただその分声が繊細に収録できるイメージやな。しっかり声を収録したいときはこっちを使っとる。ではここで実際に声の違いを聞いてもらおう。まずダイナミックマイク。よー兄弟、元気しとうや。よー兄弟、元気しとうや。次にコンデンサーマイク。よー兄弟、元気しとうや。よー兄弟、元気しとうや。どうや、結構変わるんやない。まあそれぞれ値段も全然違うけん、単純にダイナミックコンデンサーの比較はできんけどね。まあ、こんな感じよ。そんでこれはそんなに変わるかわからんっちゃけど、ポップガードというのがある。これは金属製と布製があるな。自作しとる人も多いらしい。そもそもこのポップガードが何のためにあるかってとこやけど、まあ唾がマイクにかかるのを防いだり、まあ、こういう感じでポッポフとパピプペポッと立ちつてとっとこう息がかかってポフポフ風でポフってなるのを防いだりしてくれる感じ。では実際に聞き比べてみよう。まずポップガードなし。よー兄弟、元気しとうや。よー兄弟、元気しとうや。次、金属。よー兄弟、元気しとうや。よー兄弟、元気しとうや。最後に布。よー兄弟、元気しとうや。よー兄弟、元気しとうや。さて、違いはあったかいな。ちなみに普段配信で使っとるのはダイナミックマイクに金属のポップガード。動画とかでちゃんと撮るときにはコンデンサーマイクに布製ポップガードって感じや。はい、というわけでいかがやったかな兄弟。今回はあくまで俺の持っとるマイクを使ってマイクによってどんくらい声が変わって聞こえるかを検証していったぜ。コンデンサーとかダイナミックとかそういったジャンルでの比較にはなっとらんので留意してくれ。最後になんかマイクってやつにも個性があるらしく、効果や件いい声で取れるとか安いとダメとかそういう単純な話でもないらしい。やけん自分の声質に合ったやつ、自分の声が一番よく取れるやつを見つけ出さないやな。あとマイク選びにばっかり気を取られて肝心の自分の声磨きは忘れたらいかんよ。それと同じマイクでも使い方によって録音のされ方は当然変わる。まあマイクとの距離とか口の向きとかな。マイク選びも声磨きも収録練習も全部必要ってことやな。今回の動画で収録で悩んどる兄弟たちの参考に少しでもなれば嬉しい。みんないい音声活動ライフを。
ご視聴ありがとうございました。また会おうぜ。